巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃん、獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。兄か、珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。ディスキー予感が見てると思うと不調して実力出せないよ。弱音吐いてるとまた強化にどやされるぞ。大丈夫。余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。
おい、エレン。クリストの邪魔はするんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前。俺だってトーマスには負けねえよ。まだ大丈夫？補給を忘れないようにね。ありがとうクリスタ、お前も頑張れよな。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。最優秀成績者を発表する。ミカサ・カムン、お前が1位だ。くそ、また俺はミカサに。おのおの、今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。エレン、立体起動。3年間の訓練を終えた第100。マルコ、これで一緒に決。死んだ仲間のためにも。